でも監目にしてはね、監目のあれが弱いですよね。箱庭監目の人だいぶ何人かやったけどね、箱庭もね作れない。担当のねセラピストがどれがいいとか言って 手で持ってどっちが動かすか分かんないけど手を持って なんか取っておくんですよ、うん、箱には乗らないじゃないとかだ指示してるんじゃないかなとか、もう監目がひどくなるとおかしいけど、うん、まあ、みんなそうですよ。大体あの小学校のであった監目の子というのは、うん、みんな起立ってするじゃない、はい、と座ったまま、うん、だから誰かがこう上げてあげる、うん、今度は着席ってするじゃん、人一人立ってる誰かがこうやってあげる、うん、ところがね肛門を一歩出るとスキップして帰る、うん、だから場面監目って本当にその場面に行くときちんと自分をガチガチにしてしまう、うん、今の子がね、うん、白い柵で囲ってるじゃん、これがだから大事なことなんだ、囲わないといけない、枠があるから普通の子は囲わないんだけど、白い柵でこう囲ってるっていうのは自分を守ってるわけじゃん、うん、一生懸命自分を守って監目になってるわけだから、うん、監目を別に直さなくていいでしょっていう、監目を直そうとか思って何かするとまた大変なことになるじゃん、うん、守ってるわけだから何か喋らせようと思うと、うん、みんな失敗するんですよ、うん、てかそのカウンセラーが笑ってたとな、あ、もううちも自分で守ってるからいいんだなと思ったんじゃないのかな。うん箱庭療法はあんまり喋らないです、カウンセラーは。要するに一生懸命作ったそのものを鑑賞する、うん、おーとかなんとかね、それはいろいろな感情も交えて、そうするとやった本人はなんとなく分かるんですよ、うん、そうするとそれが治療になっていくわけ。あの守られた世界の中では自分が出せるということだから、作ってるんだから、だからこれは成功してるんですよね、うん、普通作らないもんね監目のことで、うん、だからそれはそれでね、親がな、うん、どういう意味があるかとかあんまり考えなくていいんじゃないって柵があるでじゃん、はい、柵のなんかどっか一箇所空いてるわけ。いや空いてるとは書いてないです、ね、書いてない、うん、どの辺に立ってるんだろう、その柵の中なのか外なのかはちょっと分かんないんですけど、ピエロはその白い柵の中にいます。ただその青いユニフォームを着た野球選手はちょっとどこにいるかちょっと分かんないんです。分かんないな、うん、その辺もとこもね、うん、大事なことだからね。柵の外は自分が守らなきゃいけない世界だから、要するに外の世界だから、うん、柵の中は味方だから、うん、自分本来の姿を出してるところだから、うん、柵とは何だということをセラピストも考えてると思うね、うん、箱庭はね変に解説するとそれに引っかかっておかしくなる、うん、だそれはそれでいいんですよって、うん、あおーと言ってそこで何回か繰り返すと、まあ、1回だけじゃなくて心理療法だと何回も繰り返すわけじゃない、うん、そうするとその変化が現れてくるから分かってくると思うんですね、うん、セラピストはまあ喋れないかもしれないけど、うん、あの一応頼ってあと本人がやってくれれば箱庭を続ければいいと思うんですよね、うん、1回で終わるなんてないから大体は、うん、まあ、仮の話なんですけど、その柵の中にいるピエロに向かって、ええ、その同じ柵の中にいる野球選手がバットを振り上げてた場合っていうのは、なんかそれは危険な、いや危険とかなんか分かんないけど、うん、自分の中で戦いが始まってるわけだから、うんうん、いろいろ見方だからね、うん、これはもうこれは文学の世界になっちゃう、うん、その真っ赤な服を着たピエロっていうのはその作った本人っていうことを表してるってことですか。本人のなんかやっぱり表したい自分があるピエロなんだから、うん、ピエロ要するに本来の姿じゃなくてピエロ、うん、モロの自分がまだ出せないでいるという感じ方があるわね、うん、他のいっぱい置いてあるから その関係見ないと分かんないからね、うん、だからここでとやかくそこだけを言うとその親御さんがそこだけしかお話できないから間違ってしまうけど、うん、一つ文学として見ればピエロというのはそういうことだから、うん、そのものの自分を表すと外界からやられるから、うん、自分がわざと変な格好をして出てくるっていう、うん、笑いを取って存在感を表す人がいるじゃない、うん、非常に敏感なんですね、うん、自分を傷つけないようにやってやる、初めから自分を傷つけた形みたいにして出して貶めて出す、うん、そうすると人が笑ってくれるから危害を加えない、なんか不思議なねそういう関係、いろんな表現の仕方があるみたい、うん、だからねそれやっぱり大事にやっぱりあの分かってあげてください。本人が一生懸命守ってる世界を壊さないようにしましょうね、うん、って感じでいいんじゃないか。そのピエロとその中の世界っていうのは柵、白い柵でまあ囲われてるわけですけど、外から白い柵で自分を守ってるっていう、守ってるんだと思う、そんな守らないといけない、うん、だから そういう表現もできてるわけだから、うん、無意識のうちに、うん、囲わないととてもじゃないか生存できない何かがある、うん、だから監目になってるのはやたらに喋ると喋ったことで攻撃されるから、
おそらくなんかいろんなことあったと思うから、うん、人に対して過敏な人、うん、どう思ってるかとかいう人は、うん、自分を守るのが大変になってくるじゃない、うん、相手の人が別に無意識に言ったことが自分でとても攻撃されたみたいな感じになってしまう人が多いから、うん、やっぱり策が必要なんでしょう、うん、ね。で、監目も一種の策の一つなんですよ。自分守ってるわけじゃん、はいはい、やたらに壊さないでちょうだいよなと思って、うん、で自然と壊していく、自然と策を取っていく、うん、力がだんだん出てくる、うん、だからそれを信じて少しずつ要するに守られていながら自分を高めていく、強くしていくというのを期待してほしいなと思うんです、うん、言葉で言わなくていいから、うん、よくできましたよと僕は思いますよ、うん、私が持った監目のは10人近くいるけど作った人いないもんね。この、病院にかかり始めた頃は、うん、まあ、先生が言うにはまだまだ症状が軽いから、うん、カウンセリングのみで様子を見て、まあ、重いと 箱庭療法というものをしますって言ってるんですけど、そういうことってあり得るんですか？軽い重い関係なくてやりますよ、うん、僕らやりました、うん、で箱庭療法をするほど深刻化したとかってわけじゃない。そんなことないです。箱庭療法やってみると楽しいから、うん、療法なんて言うから難しくなる。箱庭を作って遊べばいい、そういうことなんですよ、うん、そのための道具だから、うん、これまあ最近なんですけど、監目と監度に加えて自分の手を引っかく叩く、髪の毛を引っ張ったり頭を叩いたり壁にぶつけたりっていう自傷行為もたまにするところなんですけど、そっちの方が大変。最初は場面監目だけだったのがだんだんそういう自傷行為に移るってことは、ちょっと重くなってるっていうこと、重いとかなんかことじゃなくて、なんか自分を守りきれなくなってるんじゃないかなと。それはもうセラピストと相談しながら、うん、親はどうしたらいいんでしょうかっていうことをやっぱりこう相談した方がいいと思う。監目にね、なんかうちでは喋んだから外で喋んなさいなやったら本当だと大変なことになるから、うん、いいんだよ喋れなくたって、動けなくたっていいんだよと、うん、そっから始まるわけ。直さなくたっていいじゃんなんとか言って、自然と力でね、自分の力で喋るようになるんですよ、不思議なことに。嘘みたいに喋り始めた時喋らしていいのかなって僕ら思ったりしたことが、突然喋ったりする、突然喋ったりするそういう雰囲気の雰囲気、もう本人がパンと分かるんですね、こう喋ってもいいとか、俺は不思議な力持ってますよ。だからやっぱり自傷行為というのはイライラというか、出し場がないから、でも箱庭でいっぱい出してもらえばいいかなと。箱庭でもいいし、そういう芸術療法ってあるから、それをすることによってそのストレスっていうのを、どっかで解消していく、要するに安心感と不安の戦いですからね。芸術療法だとね、関係ないと思うじゃない。要するに自分で遊べばいいわけだから、一緒に遊びましょうねって感じでやればいい、うん、箱庭で大きなテーマはセラピストが後ろなり横にいて助けてあげる、大丈夫なんだよ、誰も見せるわけじゃないからね、二人だけでやりましょうねみたいな、好きなように置いていいんだよって、うん、それはそのセラピストじゃなくて箱庭療法的なことを家庭で 親子でできたりとかするんですか？親子はもうちょっと濃密な関係ができるじゃない、はい、いくつの子だっけ？5歳の娘さん。あ、5歳か、うん、じゃあもう抱っこしたりとか、親が本当の意味で保護すればいいじゃない。お母さんなりお父さんなりとのカウンセリングをやった方がいいかもしれない。人に直してもらうにはして、親が直せる親子の中でいっぱいなんかやらなきゃいけないことがいっぱいあるんじゃないかな、うん、感じがします、ね、セラピストに子供だけで応対してるだけじゃなくて、うん、お母さんのカウンセリングをやっぱりどこかで始めた方がいいと思う、うん、それまあ5歳だから親ってことですけど、それがどれぐらいになったらやっぱりセラピストに頼った方がいいとかって、いや5歳でもセラピストでいいんだよ、うん、いいんだけど子供だけでは解決できない問題が大きいっぱいあるんじゃないかなとこう思ってしまう。愛着障害までいかないけど、うん、どうもその辺のところの基本的な、うん、保護の世界がうまくいってないんじゃないかなと思う。5歳だったら、多分親子関係がもしかしたら原因かもしれない、ね、僕も5歳でね、登園拒否になったからよくわかりますよ、うん、外の世界とうまくいかない。でも、ね、うち帰っても癒されるあれが少ない、だからどっかおかしくなっちゃう。大事な時期だから、うん、ぜひ特にお母さんに柔らかく何かあったら抱っこするとか背中撫でてあげるとか、いろんな、できる限りお母さんの当番に行くと気持ちが楽になるよというような行動を取ってもらいたい、うん、みんな間違う母子関係が多いんだよね、うん、お母さんがしつけをしたり、うん、世間に行くために頑張らせたりやらなきゃいけないと思ってるんです。お母さんの本来の役割は
お子さんをね、気持ちを楽にさせる、保護する、気持ち保護する、うん、それができるとお子さんはもう自分の力でどんどん出ていくじゃない、うん、それをまあお父さんが時々管理しなきゃいけない時があるけどね、そういう役割があるんですよ。だからお母さんが変に頑張ると難しくなっちゃう、うん、お母さんにご自身のカウンセリングを受けた方がいいか、カウンセリング、お母さんが悪いってわけじゃなくて、うん、お子さんに対してどういうふうにすればいいかということをもうちょっと皆さんで考えてほしいなと思う。で、箱庭やりましてやってるんだから軽いって僕ら思いますよ。で、軽いんだけど根本的なところに何かあるんだろうと思っちゃう。で、根本というのはどういうかというと、生きていくのに不安感が強すぎて、その不安感が解消されないといろんなマイナスのことが起こってくる、はい、だからその不安感を解消するためには、うん、要するに安心感をどうやってつければいいかということが、うん、これは特に家庭で大きなテーマになっている、うん、ここがね一番大事なところだと思う。